第六天魔王全軍に次ぐ石山本願寺に火を放て。時は永禄11年、群雄割拠の時代が幕を開けた。こちらは下妻雷竜殿と中俊殿。それで本日はどのようなご用件で。は、実はこたびの義昭公の上洛に際し、いくらかの野戦を頂戴したく参上つかまつった次第。野戦？つまりは上納金であろう。野戦にございます。いかほどご所望にございますか。ざっと5000。関係ありません。おい鶴組、やつは20年ほど前、私が美濃の斎藤道さんに雇われていた頃に知り合った男でした。織田の使いの者か。ああどうでしょう、おそらくは。じゃあこうしてやる。マガイ様、お願いします。今一度考え直してもらえませんか。どうかこの俺を弟子に。まだ言うか、このガキ。お前気は確かか。もちろん。じゃあ聞くか、蛇やムカデは食えるか。え、雨ざらしの小屋で一日中震えて過ごせるかい。ボイチ殿、それでもあなた方は信州の門徒ですか。すまん、飯を食うには金がいる。門徒である前に仲間の生活を守るのが俺の役目だ。じゃあやっぱあたいたちは信長側につくってこと。俺たちは棟梁に従うまでだな。正直なお方ですね。